はい、どうも野獣です。今日はね、僕のすごい大切な友人の、魚7280くんと、固定ランクマしましたので、動画をアップしようと思います。この方はですね、魚7280くんと言いまして、スローネドライの、キャラクターポイント1位の方なんですけど、なんか本垢のパスワードとメールアドレス、あれ忘れちゃったみたいで、キャラポ5万ちょいあるのにログインできなくなっちゃったみたいなんですよね。もうとんでもないバカだと思うんですよ。まあ、ただ僕がですね、この魚オナニーですね、彼をバカにするための ID を作っておいたんで、これを、まあ、彼にあげて、まあ、一緒に遊んでるっていう状態ですね。まあ、動機は不純だとは思うんですけど、まあ、彼が楽しそうでも何よりですね。ただちょっと実況に戻るんですけど、このステージがちょっとですね、マスドライバーということで、これ選んだのは対面なんですよね。まあ、ただですね、このスローネケルデムっていうのが多分ないんですよね。このよく、この多分分かってるやってるんですけど、このシルビー送って、シルビーを送ったらこいつステルスフィールド張ってくるんですよね。本当にバカにしてますよ。まあ対面が選んだステージをもうめちゃくちゃ利用してます。まあ、分かんないですね、これ初心者なんですかね。対面なんていうか、自分らでこのステージ選んどいて全然使いこなせてないですけどね。ほらサブも当たんないし。あ、そうそう。で、この魚7280くんなんですけど、東京都出身で、好きな男性のタイプが、優しい方とおっしゃってますね。さあ、シルビ貼って、きっと振ってくれるでしょうね。振りに行く。あー、ミサイル。ちょっと疑問なんですけど、なんでここで下がるというか、俺を前に出すんですかね。僕はスローネ爆弾がしたいんですけど、膠着してますね。いやー、というかケルディムがダブルもらってもね、何もできないんで勘弁していただきたいんですけどね。あ、なんとかしちゃいましたね。ちょっとこれは僕の視点を見てみましょう。次は僕の視点ですね。実はですね、このマストレバー基地っていうのは結構得意なステージというか、まあ劣勢時にはあんまり隠れられちゃうときついんですけどね。まあ、ただこいつらの武装もこの絶対防御建造物にかかれば型なしですので、まあ僕は選んでないですよ、こいつらが選んだんですよ。最大限に活用していきましょう。まあ、ただですね、彼らちょっと本当に初心者の可能性があるんですよね。とりあえずメインは撃ちます。当たるところで当たるなーと思ったら撃ちます。でミサイルも、弾があれば撃ちます。で特射はちょっと展開したいんですけどね、あんまりレバー入れて流すのは避けたいですね。もう落ちた。でシールドビットもできるだけ送るようにはしてます。というか完全に多分対面隠したなんで、これはナメフというかあんまり考えずに武装使ってますね。でピストルもやっぱ強いんで撃ちます。とりあえず撃っときます。こういう風に当たるんで、さあ人使いあれですね。ステロイドフィールド貼って僕を前に出すっていう、なんかというか思ったんですけど、僕はですね、このスローネドライを使ってるさかなクンに、なんていうんですかね、魚爆弾をしたいんですけど、そうするとステロイドフィールドが意味なくなっちゃうんですよね。スローネの優秀な武装ではあるんですけど、まあ、当たんないですよね。まあ、ゴドラはまあ着地取れるんですけど、ペネがすごい
動くんですけど当たっちゃいますね。これ人使い荒いですね。ステリあるのに。これでなんでさかなクンが下がってるのかちょっと分かんなかったんですよね僕。いや完全な狩りでしたねこれは。ちょっと動画を上げるかどうかもちょっと迷うところですね。まあ、次の対戦に行ってみましょう。次はですね、対面がカトルゼロ2機。もう舐めてるとしか思えないですねこれは。さあいかにさかなクンが破壊してくれるか期待しましょう。さあ早速メインで取られましたね。いやこの機体使ってるやつはいや違うな。わすごい若い。今何当たったんですかねカトルゼロ。ミサイルかな。いやー完全にアシストにやられてますね。このミサイル溜めてるときと溜めてないときがあるんですけどね。何なんですかねこれは。いやいい盾。あーゼロシスが残った。いやーでもカトルゼロきつそうですね。あーやっておりますが、あー降ってく。あいつの間にかもう一機落ちてた。はい、ロリバス。うん。お、取った。ああ、抜け角。抜け角。さあ。ああ、覚醒技ぶっぱ？高飛び。ええー。いや、これはちょっと、弱い者いじめでしたね。カトルゼロは2号最弱あるんですかな？これは。じゃあ次の対戦に行きましょう。はい、次はですね、ノルンとギス2。これは絶対勝てないやつですね。まあでもさかなクンが倒してくれますね。見ました？今のあってはならないことが起きましたね。開幕メイン2発食らってしまう。いやースローね、やっぱアシスト強いと思うんですよね。まあ3ドロップほどじゃないんですけど。さあ早速ステロイドフィードで守ってくれます。まあ、ただアシストに関してはゲロビーに関してはサンドロックにはついてないんで、そこはまあスローネのいいところですよね。早速ノルンがもう40秒足らずに落ちてます。振りますね。ああ伸びない。あんまり横が伸びないんですね。気質強い。さあどうすんのか。お入った。おおさすが横角に自信に行きですねこれは。攻めけ。えこいつ頭おかしいな。さあシートビットもらって、まさかまさか、あーやっぱり抜け角。まさか、まさか、頭おかしいだろ、こいつ。いや、技術多分切れてますね、これは。横角障害魚。次の対面は、フルコーンとケルディム。こんなの、勝てるはずがないですね。最強、3000最強格と。2号の最強格。まあ、さかなクンが破壊するでしょう。まあ、僕、これ、組んだ時点で、ある作戦があったんですけど、このさかなクン絶対、キルディムに負けないだろうなと思ってたんですよ。早速アシストで食う。ああ、分かってんですかね、なんかアシスト、なんか変な打ち上がりからするじゃないですか。さあ、アシストで食ってく。さすがですね。ていうか、ステフィから格闘触れるんですか？マジで？ノーダメでキルディムいじめてますね。つまんなスローね。あー、張ってくれてるけど。おお
いや本当あのアシストで塞がれるとムカつきますよね。半端ないな。ああ魚魚魚魚を食べると、おお、いや人使い荒いっすね、ステロイドフィールドで。俺を前に出す時点で結構腹立つんですけどね。まあ、ステロイドフィールド張ってくれるのは許しましょう。いや、なんで自分に張らねえんだよ、このキルデム。まあ、しゃあないですね。頭悪いんで。はい。あー、バカキルデム落ちた。どうしよう、これ。どうしよう。いや、シルビアってめんどくせえな。さあ、ステフィで。もしかして、横角。あ、違ったか。これさすがにさかなクンひよってるでしょ。冷静なさかなクンだったら振りに行きますからね。さあ、あーさすがにシールドファンネルはきついですね。さあ、マスかマスか振りに行くか。やっぱり。あー、いやかっこいいなスローね。まあ、負けるフルコーンもフルコーンですけどね。はい、じゃあ次は、セブンソードと、ストライクノワールが対面ですね。割と、なんていうか、キャラ対は積んでると思うんですけど、まあ、いかにさかなクンが崩してくれるかですよね。ノワールも、着地ずらし武装ばっかりなんで、メイン当たりませんし、セブンソードもピョン角やら、バリアやらなんやらで当たりません。さあ、早速横角。アシストではめて、いや頭おかしいですねこれ。これセブンソードも結構困惑してるんですよね。これ当たっちゃうの。さあすごいですね。でもセブンソードといい勝負してますよ。また横、うわーミサイルで打ち上げか。さあステフィード守ってくれる。いやー当たっちゃうというかうさんくさいですね、やっぱセブンソードのメインは。はい、アシストで固めて。おかしいでしょ、250。ワン、ん?メイン2発食らって、落としてるよ。いや、しょうもないっすね。あー、もしかしてスローね、強い。いや、振りますね、これ、頭おかしいでしょ。セブンソード多分、困惑してんじゃないですか。まあ、覚醒してたらさすがに当たんないっすね。あー、ステフィアだけど、ザコキルティムが被弾してましたね。いやー難しい。まあ、覚醒つうか俺セブンソード一切削ってないのにセブンソードの覚醒だけぶつけられたんですけど、これ文句言うべきじゃないですかね。いやまたまた振り言ってる。え、いやアシストが強い。あー一気に4つされましたね。つまんなスローね。次の対戦に行きましょう。